第33回ユーロビジョンソングコンテストは1988年4月30日にアイルランドの首都ダブリンロイヤルダブリン協会で開催された。同年はダブリン建て市1000周年記念の年にあたり5日後にヨーロッパの日を控え祝賀ムード一式となった。制作 RTE アイルランド放送協会プレゼンターは テレビ司会者パッド・ケニーとミシェル・ロッカでアイルランド語、英語とフランス語を使用。オープニングアクトはジョニー・ローガンの前年優勝曲、ホールド・ミーナウ前年優勝曲がオープニングで歌われたのは初。放送時間2時間51分。RTE は若年層の視聴者の関心を引くように演出の刷新を図った。大会の監督として ミュージックビデオ制作で有名なデクランローニーを起用。幕開演技には地元人気ロックバンドホットハウスフラワーズがドントゴーを演奏。同曲のビデオクリップはヨーロッパの11カ国で撮影され、当時のアイルランドでは史上最高の制作費用をかけたものとなった。従来、大道具として設置されていたスコアボードを廃止。これに代わって、 舞台の両脇の大型スクリーンにコンピュータグラフィックス化されたものが映し出されることになった。スクリーンには楽屋で控えているアーティストも映された。舞台も過去最大にして成功なものとなった。その分客席が削られることになったが、客席を暗くし全体を映さないことで会場が実際より大きく見せる工夫をした。キプロスの失格により、 一元で21カ国となった。キプロス放送協会は、ヤニス・ディミトルーの楽曲タイマームを代表として選出した。しかし、直前になって、英国史、ラジオタイムズが、同局はすでに1984年の国内選考参加し3位となっていたとすっぱ抜き、ユーロビジョンの規定違反だということが発覚したため、以下3カ国の出場回数を呼び、 中継テレビ局一覧 BRT ベルギー放送内数字は参加回数変更なし各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票お気に入り順に12、10、8から1点として採点演目終了後国際電話でつながれた各局のスポークス漫画出場順に口頭で発表プレゼンターが副賞確認しスコアボードに加算された 優勝は、スイス代表、セリーヌ・ディオンの、私を置いて旅立たないで。最後から2番目のポルトガルからの敗転時には、イギリスが、自転スイスを5点上回っていたが、最後のユーゴの敗転で、スイスが逆転。劇的な勝利となった。当時セリーヌはフランス語圏でしか知られていなかった。スイスの優勝は1956年以来2回目。 2015年時点では、これが、スイスの最後の優勝となったばかりではなく、フランス語の楽曲の最後の優勝ともなっている。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒイコールヘブライ語、アワーズイコール、クロアチア語、コーリーイコールアイスランド語、ランイコール、オランダ語、ウベイコール、ノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、エイイコール英語、イコール、イタリア語、 キーイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコールトルコ語、フツイコールフランス語、ホイコールポルトガル語以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す各曲の歌詞については以下を参照のことでガルー、スラッシュ英語版、フランス語版。ありがとうございます。